習近平国家主席によるタジキスタンへの公式訪問を控え、CMG は6月30日、タジキスタンの首都ドゥシャンベで、CMG 制作作品の特別放送イベントをスタートさせた。このイベントは、両国の文化交流や両国関係の強化を目的としている。タジキスタンでのイベントでは、CMG 制作の特別番組、習近平氏との出会い、繁栄への道、新シルクロードのシンフォニー、敦煌の心など10作品以上の放送が予定されている。いずれも中国の多様な地域文化と経済発展を披露するもので、両国の相互学習、互恵協力、発展ウィンウィンへの期待が込められている。CMG の特別番組は7月6日まで、ホバル、シャやテレビシナモなどタジキスタンの複数のプラットフォームで放送配信される予定だ。